集約分散式を採用した、車両集約分散式を採用した冷房車の車内、集約分散式冷房装置は、鉄道車両の冷房装置の設置方式の一つである。鉄道車両の冷房装置としては、小型の冷房装置を6から8台搭載する方法と、大型の冷房装置を1台だけ搭載する方法があった。それぞれの特質は以下のようになる。本方式は、 1970年に京阪神急行電鉄が5200系を申請するにあたって上記で述べた分散式と集中式のそれぞれの利点を活かそうと考案した方式である。中型の冷房装置を分散式より台数を減らして設置するため、保守コストは分散式より低減される。また、簡易なダクトを併用して、冷気を導く構造となっており、 一万一一台が故障した場合でも他の冷房装置からダクトで冷気が導かれるため、ある程度冷房効果を維持できる。また、冷房化改造の際には、車体の補強が集中式に比べて少なくて済む。なお、施策としては1968年に小田急電鉄が三菱電機製の装置を2400二千波2478号に搭載したものが最初である。 電源は車両に装備されている補助電源装置から給電されるが直流電車において後付けで設置された JR の一部の車両では補助電源装置の容量増大に伴う交換と冷房用電源の引き通し線を不要にするため架線からパンタグラフを介して車両に引き込まれた電源を床下に設置された専用の静止系インバータで交流に変換、高圧して 各車両に給電する方式と DC、DC コンバータで直流6 0 0トに高圧して給電する方式と車両屋根状の車橋寄りにその車両専用の静止系インバータを設置し、架線からの電源を交流に変換、高圧して給電する方式がある。山陽電気鉄道、西武鉄道などの一部の車両で採用されたほか、小田急電鉄では2000型までこの方式を 採用していた。また先日の阪急電鉄をはじめ、東武鉄道、名古屋鉄道、近畿日本鉄道、西日本鉄道などでも1990年代まで長期にわたって採用された。なお、東急8500系電車、京成3500系電車、富士急行5000系電車などの装置は、能力的には集約分散式であるが、ダクトがないため構造的には、 分散式とみなされる。一機あたりの能力は、当初の8000から8500キロカロリー、H から1500から15000キロカロリー、H が主流となり、一車両あたりの搭載台数は8000から1500キロカロリー、H のものを3から5台搭載する形から、15000から2万キロカロリー、H のものを2から3台搭載する形に減少する、傾向にあった。 西日本旅客鉄道の221系や223系、207系、キハ187系ではこの方式が採用された。また、113系と115系の一部、103系の一部、車両は、東日本旅客鉄道では、AU712、東海旅客鉄道では、CAU711 が設置されている場合もある。 JR 東日本の特急軽車両にもこの方式が採用されているものが多い。さらに、日本国有鉄道時代に製造された、寝台客車14系や24系に搭載されている AU76、AU77 も、この方式に近いとも言える。なお、15000キロカロリー、H 以上という比較的大容量の装置を2機だけ搭載する方式は、 集中式に近いため、これを、準集中式、セミ集中式と称する、事業者もある。なお、関東地方で、集約分散式冷房装置を主体としていた、私鉄では、2000年頃からの一般、通勤用新車については、集中式冷房装置へ移行する傾向にある。一方で、JR 西日本、JR 東海、関西地方の私鉄では2万キロカロリー、 H クラスの冷房装置を2機搭載する集約分散式が主流となっている。ありがとうございます。